どうもパワハイです。はい、今回の観戦試合はついに来ました、メジャーの青州対カイドウです。こんな感じで戦力はピッチャー以外はちょっと青州ボロ負けですけど、まあ、期待しましょう。どうぞ。横浜スタジアムです。カイドウ対青州、この一戦をお送りいたします。カイドウの先発は右の市原、青州の先発は左の重野、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の市原、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは清水。第1球投げました。初球を打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番内山。第1球投げた、ボール。さあ、次の投球、投げた、打ちました、ピッチャー返し、あっと取れない。内山ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。スライダーはボール、投げた、ボール。投球はこれから3球目、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、打った、流し打ち、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。カイドウ、大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。左の重野、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、カイドウ攻撃に入ります。トップバッターはスタート。第9投げた、ジャイロボールはボール。まずは外角高め。第2球投げました、低め、ジャイロボール、外れてボール。第3球は3球目、空振り。次は4球目、投げました、低め、ジャイロボール、外れてボール。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球はジャイロボール、空振り三振。バッターは2番渡嘉敷。第9球膝元、ジャイロボール、外れてボール。投球これから2球目、2球目空振り、伸びのあるストレート。投球はこれから3球目、見送ってボール。投げました、ボール。第5球投げました、5球目空振り。さあ、6球目打った、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左対左の勝負になります。第9投げた、初球決まってストライク、いきなり156キロ。1球目ストライクから、第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ジャイロボール、空振り、伸びのあるストレート。第4球を投げた、打ちました、取りました。これで3アウト。重野、上々の立ち上がりを見せています。2回の表、青州攻撃に入ります。先頭バッターは田代、投げた、初球空振り。カイドウ、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を
投げました、ストライク。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番藤井。第9球見送ってボール。さあ次の投球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、アウトロー、ボール。第4球を投げた、インロー、外れてボール。第5球投げた、打った。さあ6球目、ジャストミート、一塁送球、アウト。藤井、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。打ちました、ファールボール。さあ次の投球、投げた、スライダー空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール、インコース高め。第4球を投げた、低めの球、見逃し三振。市原、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、海道攻撃に入ります。トップバッターは佐藤、投げました、初球ジャイロボール空振り、いきなり156キロ。初球空振りから投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、藤井ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは大場。第9投げました、初球打った、これはサード真正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番石松。第9投げました、打った。第2球投げました、低め、ジャイロボール、外れてボール。第3球を投げた、3球目空振り、伸びのあるストレート、追い込んでから投げた、ジャイロボール見送ってボール。第5球投げた、内角、ジャイロボール、外れてボール。投げた、打ちました、痛烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ。石松、いいバッティングを見せました。海道、先制のチャンスを迎えます。投げた、初球から打ってった、左中間のフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。海道、得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、清酒攻撃に入ります。先頭バッターは宮崎、初球スライダー空振り。第2球投げました、インコース、スライダーは外れてボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってストライク。第5球投げました、打ちました、これは内野フライ、ピッチャー落下点、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番高橋、決まった、ストライク。投球これから2球目、ムービングファーストはボール。第3球は打ちました、ショート左横のゴロ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは9番野口。第9ストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げました、打った、泉掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。市原、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。
3回の裏カイドウ攻撃に入ります。この回のトップバッターは泉、投げた、インロー際どい球、ボール。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、インサイド決まってストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目打ちました、ピッチャー返し、抜けた。泉、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。ジャイロボール見送ってボール。投球これから2球目、ジャイロボール見送ってボール。第3球を投げた、ここは送りバント、ピッチャー正面に転がった、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。バッターはトップに帰って草野。第9球初球打ち流した、ファール。初球ファールから第2球投げた、ジャイロボール見送ってボール。第3球を投げました、ジャイロボール見送ってボール。第4球はジャイロボール見送ってボール。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、見上げた、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、カイドウ先制、1対0。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは2番渡嘉敷、第1打席は内野フライに倒れています。初球ジャイロボール空振り、いきなり156キロ。第2球投げました、これも空振り。第3球を投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。序盤終了しまして1対0、カイドウ先制点を挙げています。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは清水、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、ムービングファースト見送ってストライク。第3球を投げた、ストレートはボール。投球これから4球目、ボール。投球これから5球目、真ん中にストライク。第6球を投げた、打ちました、サード左、逆指示、ボールを掴んだ、一塁送球、一塁セーフ、セーフ、セーフ。さあリプレイです。バッターは2番内山、第1球投げた、初球空振り、1球目空振りから第2球打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継、内山ナイスバッティングです。カイドウ同点のピンチを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、重野投げた、初球空振り、バットが空を切りました。初球空振りから、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げました、打った。第5球投げました、スライダー、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました、ボール。投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、ムービングファーストはボール、内角低め。第4球を投げました、ボール。さあ5球目打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、抜いていった、ライトバックホーム、タ
柱いいバッティングを見せました。カイドウなおもピンチが続きます。バッターは5番藤井。カイドウここは外野フライも避けたい場面です。第2球ムービングファーストはボール。第3球を投げた、おっつけて打つ、グーンと伸びて右に切れました。ファー投げた、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、右中間へのフライ、ライト落下点、取りました。これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。第1球投げた、スライダーボール。第2球ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ボール。内角高め投げました、打ちました、ファールボール。さあラストボール、ランナー自動的にスタート、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、まずは同点、タイムリー。カイドウなおもピンチが続きます。さあ先ほどの同点の場面です。さあ2アウト満塁という場面で宮崎、第1打席はピッチャー打ちました、初球打ち、これはライトフライになった、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。4回の表が終わって1対1、市原とうとう打たれてしまいました。カイドウこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番薬師寺、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げました、ジャイロボールはボール、インローへ。第3球を投げました、インコース高め、ストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、三遊間抜けた、薬師寺ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番佐藤、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球を打ちました、左中間のフライ、ヒット、一塁ランナー三塁へ向かう、ボールが点々と転がっている、その間に一塁ランナーはホームへ向かう。カイドウ1点リードを奪いました、2対1。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは5番大場、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球を打った、左中間へのフライですが、左中間深いところ掴みました。カイドウなおもチャンスが続いています。ランナー1人を置いて迎えるバッター石松。第2球投げた、ジャイロボールはボール、高め。投球はこれから3球目、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。ジャイロボール見逃し三振。第1球投げた、初球から打ってった、フラフラっと上がった、取りました、これで3アウト。4回の裏が終わりまして2対1、カイドウ1点勝ち越しです。5回の表1点を追いかけます、清酒攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高橋、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、低め、ボール。第5球投げました、シュートはボール。投球はこれから6球目、打ったいい当たりだ、ライトへの打球、ライト下がった、ヒットになります。
打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。高橋ツーベース。カイドウ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。ランナー一人を置いて迎えるバッターは野口。カイドウ一打同点の、あーっとショーフライになった。掴みました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ボール。第2球投げました。ムービングパスと空振り。投げました。決まってストライク。追い込んで第4球を流し打ち。どうだ。サードライナー取ってアウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました。アウトローを見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。ボール。第3球ボール。第4球を投げた。打ちました。ライトへのフライダー。ライトバックしていった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。市原、ノーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって2対1です。5回の裏、カイドウ攻撃に入ります。先頭バッターは泉。投げた。ジャイロボールはストライク。いきなり156キロ。さあ次の投球投げた。ジャイロボール見送ってボール。第3球はジャイロボールはストライク。投球これから4球目。外れた。ボール。さあ5球目見送ってボール。第6球を投げた。打った。藤井取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー市原。第9球ボール。ジャイロボール見送ってストライク。投球はこれから3球目。ジャイロボール空振り。伸びのあるストレート。投球これから4球目。打ちました。破ってった。市原、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。打順は1番に帰って草野。第9球投げました。内角高め見送ってストライク。いきなり156キロ。投球これから2球目。ジャイロボールはボール。インコース低め。第3球を投げました。外れた。ボール。第4球を投げました。ジャイロボール決まってストライク。投球これから5球目。打った。内野ゴロ。盗塁を取る。ショートから一塁送球アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは2番渡嘉敷。今日はセカンドフライとショートフライ。第2球投げました。ジャイロボール空振り。伸びのあるストレート。投球は3球目。投げた。ジャイロボール空振り。伸びのあるストレート。第4球を投げた。ジャイロボールはボール。低め。第5球投げた。流し打ち。切れていきます。ファール。さあ6球目。ジャイロボール見送ってボール。さあ7球目。よく見た。フォアボール。よく選びました。先ほどヒットを放っている薬師寺。第9球見送ってボール。第2球投げた。ジャイロボール見送ってボール。第3球を投げた。打ちました。ファール。第4球を投げました。打った。流し打ち。切れていきます。ファール。投球これから5球目。ボール。
さあ6球目、ランナー自動的にスタートします。打ちました。センター方向へ持っていきましたが、掴んでこれで3アウトになります。カイドウ、2アウト1塁2塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。前半が終わりまして2対1です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターピッチャー重野、初球空振り。第2球投げました。ボール外角へ。第3球低めのボール引っ掛けた。フラフラっと上がった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには田代、これが3度目のバッターボックス。投げました。外れた。ボール。カイドウ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました。打ちました。ボテボテのファーストゴロ、大場そのままベースを踏んで2アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番藤井、今日はサードゴロとライトフライ。打ちました。初球打ち、ショート正面、アウト。3アウトチェンジ。市原、見事相手打線を抑え切りました。6回の表が終わって2対1です。6回の裏、カイドウ攻撃に入ります。トップバッターは佐藤、見送ってボール。第2球打ちました。掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大場、今日はサードゴロとレフトフライ。投げました。打ちました。シゲボールを掴んだ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番石松、今日3打席目。投げた。低め際どい。ボール。投球これから2球目、ジャイドボール決まってストライク。投球はこれから3球目、低めジャイドボール、外れてボール。次は4球目、投げた。空振り。伸びのあるストレート。追い込んでから第5球投げた。ボール。第6球を投げた。打った。ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。カイドウ、三者凡退に倒れました。中盤まで終了しまして2対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。カーブはボール。第2球、2球目空振り。第3球を投げた。3球目ストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打った。破った。ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは7番宮崎、今日はピッチャーフライとライトフライ。タッチセーフ。第9球ボール。第2球投げました。ここは振ってきました。サードボールを取る。アウト。ランナー2塁に進みました。カイドウ同点のピンチを迎えます。ボール。第2球スライダー空振り。第3球はストライク。投球これから4球目、外れた。ボール。次は5球目、投げました。ボール。低め。第6球を投げました。打った。痛烈な当たり。ピッチャー返し。センターバックホーム。高橋、いいバッティングを見せました。カイドウ、なおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。カイドウ、ここは中間守備を取りました。初球を打ちました。センターへの犠牲フライになるか。掴みました。中継ホームイン。カイドウ、大事なイニングで追いつかれてしまいました。2対2。選手見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。
打順はトップに帰って清水第9球投げました。ストライク。第2球スライダーボール。投球はこれから3球目。打ちました。引っ掛けた。フラフラッと上がった。オーバー。落下点に入った。取りました。これで3アウト。7回の表が終わって2対2カイドウ同点に追いつかれています。7回の裏カイドウラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは八百板。今日はレフトフライとショートフライ。初球ストライクから投げました。ボール。投げた。打ちました。抜けた。八百板ナイスバッティングです。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは泉。これが3度目のバッターボックス。第9球投げた。ジャイロボール見送ってボール。第2球投げた。決まってストライク。第3球を一塁ランナー走った。これは悠々セーフ。盗塁成功です。リプレイをご覧ください。青春外野は浅めの守備を取ります。投球これから5球目。打ちました。三遊間の当たり。抜けた。レフトバックホーム。泉いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。青春ここで前進守備を敷きます。投げた。インロー際どい球ボール。さあ次の投球ランナースタート。スクイズだ。ボールを取る。グラブトス。タッチアウト。アウト。ゲッツー。カイドウなおもチャンスが続きます。第9投げた。ジャイロボール見送ってボール。投げました。ジャイロボールはストライク。第3球打った。これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく。ライト交代。ジャンプダイレクトで当たった。泉三塁回った。カイドウここで勝ち越しました。草野タイムリースリーベースヒット。これで今日は4打数の2安打。カイドウやりました。これで勢いがつきそうです。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。バッターは2番渡嘉敷。第9投げました。ボール。第2球引っ張った。ファールボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。4球目空振り。伸びのあるストレート。第5球投げました。インコース引っ張った。打球はサードの右。カイドウさらに1点追加。4対2。先ほどのプレーです。バッターは3番薬師寺。今日はここまで3打数1安打。第9投げた。初球打った。センター前進ヒット。中継渡嘉敷三塁です。と薬師寺ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。投げた。ジャイロボール決まってストライク。いきなり155キロ。第2球高め際どいボール。第3球見送ってボール。投げた。見送ってストライク。さあ投球は5球目。打った。引っ張った。ファール。投げた。ボール。第7球を一塁ランナー低め見送ってフォアボール。これで塁が埋まりました。第9投げた。外。ジャイロボール外れてボール。
内角ジャイロボール、外れてボール。第3球を投げました。これは引っ掛けた、レフト前ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。カイドウこの回4点目、6対2。さあリプレイです。左対左の勝負になります。第1球投げました、打った。第2球投げました、打ちました。ピッチャー返し、抜けた。二塁ランナーそのままホームへ向かった。カイドウさらに1点追加、7対2。さあ2アウトランナー1塁2塁という場面で八百板、第1球外れた、ボール。第2球投げました、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファウル。第3球を投げた、ジャイロボールはストライク。さあ4球目打ちました、破っていった、レフトバックホーム、八百板いいバッティングを見せました。カイドウなおもチャンスが続いています。第1球投げた、外をストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打った、ファウルボール。投球はこれから3球目、1つ外したボール。第4球を投げた、ジャイロボール見送ってボール。次が5球目見送ってボール。第6球をランナー一斉にスタート、打ちました、右中間へのフライですが取ってアウト、3アウトチェンジ。7回までが終了しまして7対2、カイドウ5点勝ち越しです。市原降板、マウンド上ピッチャーは阿久津、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、初球ナックル空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、変化球アウトコースへ外れてボール。第4球を投げました、4球目空振り。さあ投球は5球目、投げました、ボール。投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。内山ナイスバッティングです。バッターはピッチャー重野、第1球投げました、ストライク。まずは決めてきました、1球目ストライクからボール。第3球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目打った、いい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、セーフ、二塁はセーフ。重野いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあチャンスをものにできるか。さあ次の投球ナックはボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、打ちました。さあ投球は5球目、インロー際どい球、ボール。第6球を投げた、打った、ライト落下点に入りました。ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げた、ナックルに送ってストライク。投球これから2球目、インコース低め、ナックル外れてボール。セカンドランナーちらっと見た、投げた、外れた、ボール。投げました、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、スリーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。選手見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
第9球投げました、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、渡嘉敷取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番宮崎、これが4度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、インコース低め、空振り。投球これから4球目、打ちました、逆指示、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。8回の表が終わって7対5、カイドウ2点差まで詰め寄られています。代打は児玉。第9投げた、初球外れても、第2球投げた、低めストライク。投げた、インコースのボール左へ、ファール。さあ4球目、見送ってボール。さあ5球目、打ちました、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げました、会心の当たり、ピッチャー返し、抜けた、児玉ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って草野。第9投げました、ジャイロボール見送ってボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球これから2球目、ジャイロボール見送ってボール。第3球を投げました、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、掴みました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、初球ジャイロボール空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、ジャイロボール見送ってボール。第3球を児玉スタート、打ちました、ヒットエンドラン、打球は三遊間へ、一塁アウト、これはアウトです。リプレイをご覧ください。今日2本のヒットを放っている薬師寺、カイドウ、追加点のチャンスを迎えています。初球から打ってった、打球はショートの右、アウト、スリーアウト、チェンジ。カイドウセカンドランナー残塁、8回の裏が終わりまして7対5です。阿久津降板、そして最後は守護神の真由村、最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。内角高め、ボール。第2球、2球目空振り。第3球を投げた、変化球ストライク、高め。第4球はボール。第5球投げた、打った、ファール。第6球を投げた、アウトコース低め、ボール。第7球を投げた、打ちました、真由村掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番野口。第9投げた、ボール。投球これから2球目、インロー空振り。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。第4球は空振り。次が5球目、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、破った、野口、いいバッティングを見せました。
打順は1番に帰って清水、今日はここまで4打数1安打。第2球投げました、打った、サードゴロゲッツーになるか、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第9球投げました、初球空振り、さあ次の投球、直球低めボール。第3球は打ちました、第4球を投げました、打った、一、二塁歓迎、渡嘉敷ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、ゲームセット、カイドウ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように7対5カイドウ2点差で勝ちました。勝利投手は市原、敗戦投手は重野、そして西武は眉村、カイドウ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。